こちらはミンクスさんの公式ツイッターの冒頭一番上に掲載されていらっしゃいます写真になります。大熊講堂をバックに南縄様の大変元気な明るい様子を伺うことができました。全国大会1位になった宇野くんで本番のイメージを浮かべ気持ちを高める。みんな連携どうなってる？ JCBA の学生チアダンスの国旗を決める大会。この大会での優勝がミンクスの目標。この日は JCDA の全国大会への切符をかけた関東大会目標達成のため、そして仲間と少しでも長く演技を続けるため思い思いに本番に挑む。まずはじめが1年生で構成される C チームの演技、続いて2、3年生で構成される B チームと A チームが演技を行う。結果は2チームが全国大会進出を決めた。全国大会は2ヶ月後。8代目として挑む最後の全国大会に向け、チームの士気も高まっていく。迎えた当日、迫り来る本番に向け気持ちを高め合う。 A チームと B チームの演技、8代目として最後の演技を終え、溢れる思いが止まらない。この日、この瞬間、8代目ミンクスは幕を閉じた。私たちが合わないとした時に、絶対にこのレベルを落とさないように、アネクさんがいる代に負けない代を作れるように、さらに成長させていけるように頑張っていきたいと思います。そしてチアダンス界のトップを目指し、ノーリミット、限界なき挑戦。彼女たちは挑戦し続ける。9代目ミンクス指導。